着いた。ツイキャスから配信中。何か言うわ。こうって何？あ、これはやばいで。ツイキャスはまずいの？みんなここを乗り越えていくの？わからん。助けてよ。アホマン。ツイキャスだけなるんやけど。調べてるけど書いてないな。書いてない。読み上げも2回喋るもん。なんでなんこれ。めっちゃブツブツ喋るけど。謎すぎるんやけど。これ普通に YouTube。 パソコンのボリュームを下げても治りませんか？多分スピーカーを絞ったら、あれ？どれなんやろう。わからん。多分私だけ聞こえるんよな。OBS の音を切ったら読み上げのつくね。棒読みが喋っても多分そっちでハウリングを起こしてるのか。自分で。あ、ほら今多分コメントくれてるけど、あれやんな。わからん。マジでわからん。音声入力キャプチャを削除する。あー、音声入力、これ一回消してみたらいいんかな。ちょっと待ってな。これは？あー、あ、聞こえる自分の声。なんでなんやろ。不思議やな。
大変だ大変だ。音声入力キャッチャー、あーあああ何今の笑、マイクを2つマイク2つつけたらこうなる。元気ですか？ちょっと自分の声聞こえへん、自分の声が聞こえるから嫌。なんかそんな二重に聞こえてエコーで面白いかもしれへんけど、これ新しい発見やわ。これで配信でもいいな。鬱陶しいけど参ったな。ちょっと調べてみろ。これでもなおさんとまずい。まずくない？エコーっていうか後で帰ってくるで、なんなんやろな。やまびこよな、完璧に。でも音は2つが音が2つ出ていますって書いてんだけど、2つ出すとあえてなる、あのロボットみたいにさ、こうな、ああーみたいな、これがあのエコー、あ、これは違う。山彦はなんていうんやろな、YouTube を開いているって書いてある。 YouTube っていうかツイキャス。でもこれ閉じてもなるんよな。困るよな。ちょっと待ってな、頑張って直すわ。時間ぐらいで、山彦やろ、完全にこれ。ツイキャスハウリングでググってみます。2回聞こえるもんな。これどういうことなんだろう。LINE に送ってみた。なんだろう、めっちゃ2回喋るもんな。あ、多分一緒のやつ見てると思
YouTube で普通でツイキャスにしたらいきなりなるって。だからなんかあるんやろな。本当に分からんねえけど、どうしたらいいのこれ。とりあえず悩もう。いろいろやってみよう。そうしたら、もしかしたら、なくなるかもしれへん。この山彦。あ、それかさ、OBS の音を切って、この ツイキャスの音聞けばさ、いいんじゃない？あ、そうしよう。そうしたらいいんじゃない？え、どういうこと？え、そうすると、あれじゃないの？一個しか聞こえないやろ？多分。あ、自分の声聞こえるわ。やっぱりあかんや。参ったぜ。え、何が違うんやろうな。音声出力を入れてみるか、それか。これミュートにしたらいいんちゃう？両方聞こえる今。あ、両方聞こえる今。あ、両方聞こえる今。めっちゃやまびこん。あー、聞こえるな、やっぱ自分の声。え、なんでこうなんねやろう。え、不思議。違う方法で。ループとかあるけど、ループじゃないよな。これループじゃないんちゃう？変だ。大変なのだ。ツイキャスはなりやすいんかな。
あ、両方になるとまずい。これエコー。あー、やっぱ自分の声聞こえるな。どうしよう、なんかもう頭おかしくなりそうや。ずーっとこの音楽が二重で流れる。デスクトップ、なんかだんだんひどくなってったんだけど、気のせいかな。どんどんひどくなってったんだけど、どうしたらいいのこれ。どうしよう、どんどんひどくなってくんやけど。
あー、わからん、どうしよう。これさ、テスト中って書いた方がいいんちゃう？なあ、やばいよなこれ。何を流しとんのかよくわからへんくなってきたんやけど。ちょっと待って。URL 省略。なんか固定みたいなできあんのかな。テロップ、これ違うな。うーん、なんだこれ、全然わからへんねんけど。あ、これか、固定メッセージ。あ、これ見つけた。テストあ、ローマ字になった。テスト中って書いておこう。あ、もうダメだ。諦めるのか、これでツイキャスを。いや、そんなこっちゃねえ。諦めねえぜ。困ったんやけど、もうどうしたらいいんやろこれ。もう耳痛くなってきたんやけど、これもうそれかさ、そんなさ、コメントを気にしやんか。どんどんひどくなってくんやけど、いじればいじるほど。
しよう。とりあえず耳痛いで音切ってみるか。もう耳痛い、マジで痛い。あれじゃない？もうこうなったらさ、その棒読みほっといて、棒読みほっといてやれ。もうコメントのやつだけ出しといて、聞こえへんけど、やるか。そんなにコメント連打とは私来るとは思えやんねえけど、わからへん。なあ、もう見てコメント拾い上げるのが一番手っ取り早いかな。でやろな。でも自分の声マジでこれすごい不思議なんやけど、今までこんなことなかったで。全力で、私も結構全力で今探しとんねんけどな。もうない、生尾行。なんでやろう、だって他のその YouTube とかで YouTube の設定のまんま来とるから、その音声の設定とかおかしくなるってのが、なあ、なんやろうこれ、初めてのことやからちょっとおかしくなるのかな。この配信、この OBS の問題じゃないじゃないこれ。お茶とか送れるポイントに友達は熊がいる。あ、そうな。もうさ、中見たいな。どんなんなんやろ。いや、これ多分、あれやに、なんかおかしくなったやに、なんかよくわからんけど、なんでやろな。同時で YouTube って多分なやってないはずやでな。ポイントのやつ、なんか今キティちゃんかなんかちゃうちゃったっけ。キティちゃんじゃなかったかな。割と悲しいな。棒読みの声だけ聞こえたらすごいありがたいんやけど、私はこれゲームの画面見切れてへん。こんなんなんかマックスにしすぎちゃうし、棒読みの音とか開けやんのかな。あ、リラックマ、リラックマかわいいよな。
これ別にあれなんさ、パソコンで棒読みが読んでくれるともう別に関係ないやんな。その配信ソフトはほっといてもみんなにはそのこのハウリングっていうかやまびこになってないから、私がこの棒読みの声が聞こえたら、あ、ちょっと待って、なんかな、ツイキャス配信でなんか必ず設定せなあかんみたいな、毎回設定せなあかんってあったで、それじゃない？どうなんやろな、ツイキャス難しいんやけど、もうツイッチ行く、ツイッチ。ちょ、点々としように今年は。なんかなあったよ。あー、なんかこれサムネとかはそのまま何も考えてないんじゃこれ。なあ。ちょっと今どんな状態なんやろう。もう分からん、あ、これかサムネって、あ、サムネがなんかその立っとるだけなんや、なんか 4G とかにしよっか、かっこいいから、あえてダブルクロスっていう、どうしようかな、 4G っぽいなんかなかったな、全然こういうのサムネ作ってないや。これにしとこう。なんかかっこいいやつ。ちょっとよくわからんけど面白いけどな。棒読みの声だけ聞こえたら私はもうこれで言うことないわ。ツイキャス OBS 設定ってしたら出てくるか。から私は初めてで、いやでも前もやっとったよな、前もやっとったけど、このOBS 使ってやってなかったような気がする。スマホから直でスマホゲームなんかやっとったよな、多分スクリーン配信かなんか。ああ、全然わからんねえから、これあれやで、コメントも画面に出せへん、やり方わからへんくて、ちょっとよくわからんのやって、なんか難しいなこれ。棒読みだけ喋ってほしい。サウンドの設定で棒読みプラスできあんのかな。なあ、それできるとね。じゃもう完璧や、もう今このトラブっとる状態でも全然できるやん、うん、あ、できるんちゃうこれ。でもちょっと待って、
するといいんちゃう。これハウリングしとる、もしかして、ハウリングしとるな。永遠と自分の声聞かなかんのこれ。まあ待ってよ、罰ゲームに近いよ。棒読みの音だけ出すか、それか、もうそれかね、もうコメント拾い上げるしかないよな。そうしよっか、せっかくでもほぼほぼ遅延がないこのツイキャスなのでもったいないよな。どうしよう、困ったね。デスクトップ1と2で分ける。どうなったんやろ、これは、これは、これは超絶ハウリング処理やん、超絶ハウリング処理やん。ハウってます。わら。あかんな。何してもあかんな。メモ？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 これも私だけしか聞こえへんやつかな、それか。メモ？
フルマ私だけしか聞こえへんやつかな、それか。フルマ私だけしか聞こえへんやつかな、それか。フルマ私だけしか聞こえへんやつかな、それか。ぽいな。こちらも聞こえてます。聞こえるんや。あ、ハウリングシュレッツが聞こえる？これハウリングシュレッツが聞こえる？これってハウリングシュレッツ聞こえる？ハウリングシュレッツが聞こえる？これってハウリングシュレッツ聞こえる？ハウリングシュレッツが聞こえる？これってハウリングシュレッツ聞こえる？ハウリングシュレッツが聞こえる？これってハウリング。うんうんうん。もうあかんやん。機能として。えむずい、どうしたらいいの、もう。え、だって今これ OBS には反映されてない音が私耳に聞こえとる。どういうことなんやろこれ。なんか詳しい人おらへん。ちょっと待って、棒読みだけ出せば全然いいんやって。やっぱでもミキサーかなんかいるんやな、そうなると。困ったな。棒読みちゃん自分だけ聞くにしてさ、棒読みだけ自分で読めばいいんじゃないこれ。もう分からんねえけど、困ったなよし。
と棒読みだけ出せるようにするわ。そうすると OK じゃない？ですです。困ったね。困ったなえ、だって全然あれやもんな、出てこえへんもんな、その何調べたもん、ネットで。情報が少ないね。あ、うん、少ないと思う。棒読みだ、ツイキャス棒読みちゃんでコメントを読み上げる方法って言って設定方法したけど、全然これ普通にやっとるし、ツイキャスコメントビュアー全然入れたし、なんか入れてからおかしくなったような気がするけど、パソコン側をいじらんとダメなんかな。なんか難しいよな。ちょっとうるさ。超むずいな。でもな、多分な、これ違うと思うよな。あの、そのツイキャスの何ブラウザーかな、勝手に出とる感じで、棒読みとかその名前とか
省略してあるのに名前読まれるもんな、こう自分の耳に入ってくるやつ。ね、昔ツイキャスライブにするからかんのかな。じゃあなんか多分おかしいんやって。多分。いやいやいや、参ったね。いやいや参ったよ、これはダメだな。永遠に終わらへんやったな私。お、いや、なんか保護された鍵アイコンをコメビューにドラッグ&ドロップしますって書いたんだけど、ないんやけど。どういう状況、わかんねえよ本当に。コメビューにコメントが表示されます。全然されへんけど。どうしたらいいんやろう。なあ、これやばいな。待ってん。なんで？多分そんなに難しいことじゃないと思うんやけどな。私が難しく してるだけかもしれない、もしかしたら。表示されよ。お茶飲んでました。うえ、ちょっと謎すぎるんやけど。これもあかんかな。あ、両方聞こえるわ。え、謎すぎる。これ永遠に終わらんて、多分
私だってやってることそんな難しいこともやってへんはずやし、そのまんまやってるはずないけどな。え、もしかしてそのツイキャスがあかんのこれ。なあ、ツイキャスコメントピュア使ったんだかな。え、普通の YouTube のやつだとあかんのかな。え、これ鳴ったことないもんな。それであれじゃない、投げてみたらいいんじゃない。飲んでましたけど、URL 省略。それでツイキャスのコメントビュー一回消してみようか。これが悪さしょんねんのか。でも全然違う、全然自分の声聞こえるし。もうあかん、もうあかんよ。いや、どっかで鳴っとる音が。OBS の音なよな、きっと。これを切っちゃうと棒読みが聞こえやんっていうの。謎。全部切ったのか。いやー、これはちょっとあれじゃない、難しいんじゃない。テストで終わり、テストで終わるっていう。あら、まあ、もう終わっちゃったのね。早いわ。とりあえず。URL 省略。 URL し、いやー、これは大変だ。もうこうなったら分からへん。
いやーもう困ったな。こんなに難しかったっけ。YouTube 戻るか。YouTube 戻るか。もう戻るかもう。なあ、ダメだこれ。これもうどうしよう。え、こんなんな。諦めたら終わりや。そんなわけないよな。諦めたら終わり？え、これどう？どうしたらいいの？いや、あの、ね、このまんま、あれやで、コメントが、この、なんていうの、コメント私が読めばいいんやで。あの、画面にあるやつ。それで別に、棒読みちゃんいらへんし。まあ、一番手っ取り早い。このまま配信できるっていう。画面上は、ハウリングも何もしないでさ。だから、あ、コツコツとレベル上げてさ、86にメガネコさんにもらったやつ。でも棒読みを諦めて、あの音出すのな。音出とると思うんやけど、配信上は。だから自分の耳に入ってくるのも諦めて、仕方ないけど。こんなんじゃなかったんやけどな。あ、これ、こんなんじゃなかったよ。いや、棒読みを。でもすごい気づくの遅くなっちゃうよな。どっちかやな。てかもう YouTube に戻るか。慣れた環境に戻るか。新しい環境に行こうとするとやっぱこんなになるんかな。困ったね。このキリンちゃん並みに困ったね。これ結構孤独との戦いや。ゲーム音が入れてやるのがすごく残念。キリンの音が2つも。やっぱ YouTube にしよう。YouTube にしようって自分が言い出したんやけどさ。もう YouTube にしよう。あ、お、すげえ。やってくれる。もう2と合流の時は、私はタメさんしやん。どうせ雷でやられるから。どうしよう。キリンやりながら悩むか。どうしたらいいんやろう。もう YouTube 戻るわ。新しいこといいなと思ってたけど。もういつものやつで。ツイキャスもいいけどなぁ。あ、マジで、ちょっと時間があった時に、ラジオ的なやつやるか。な。
困った。久しぶりにパソコンの前であんな時間おったわ。30分以上っちゃう。でもみんなからしたら配信画面は普通。あぶね。どうしたらいいのこれ。いつ攻撃したらいいの。もうやめとこ。なおに不満がある YouTube に。どうしよう。もうそうしよう。もうこの1時間で決めた。 YouTube 戻る。え？だってやまびこんなんやもん。ナイス。みたいな。いやもういいと思うよ。だってなこれ以上何か設定とか変わらずやのにさ、無理やろ。やばい、これダウンしたらとがんと。とぐか飛躍のマント。あ、ナイス。ああ、もう私もう決めたわ。ギャスもでもいいな。全然頭に当たってます。あー大変大変。いきなりエリアチェンジするような。あー困ったことに。困った事実や。めっちゃショック。楽しみにしとった分めっちゃショック。楽しみにしとったのめっちゃショック。大事なことだから2回言う。いやーもうこれはちょっとショッキングもショッキングもショッキングでしょう。YouTube でやるわ。ツイキャスもいいよな。なんかアイテムとか可愛いし。思わん？ YouTube ってなんちゅう生々しいよな。悪口言うのもあれやけど。アイテムかわいい。アイテムかわいくない？ナイス。T ちゃんとかさ、なあ、なんかフレームとかもあるし、アイテムっていうのがすごくいい。で、遅延がない、コメントに。あとチェーンないのいい。そうそうそう、もうほぼゼロやんか。そうそう。え、でも本当に会話してる状態。 YouTube やったら 5秒ぐらいだっけ。3か5、私超遅延かなんかにしとるけど、あれで YouTube マックスやな。ほんで配信止まるやねん。たまったもんじゃないよ。そう、ツイキャスのいいとこはもう遅延がもうほぼないから好きなんやけどな。なあ、もうガチガチでこう喋ってる感じがあるから、すぐに返事がある。
あ、そうそう、下ネタは拾ってもらうわからへんで、この棒読み読まれてないからこれで棒読みが今パソコン上で流せれるんやったら、もう別に私は何もツイキャスで全然できる。でもパソコン上の設定よな、これ。今度はパソコンで棒読みちゃんの音だけ個別で出せたらもうツイキャスで完璧。画面もだって、画面もそれ見切れとんのか知らんけど画面もそれツイキャス用に合わせたよ。見切れてない、これ。なんかなんかパンパンよな。下ネタかどうか分からへんけど、なあ、遅延がないのがすっごくいいと思う。私やったらそっちの方がいいもん。結構その時その時大事やん。その3秒とかで話が私結構コロコロ変わるで、なあ、話が飛んじゃった時にちょっと申し訳ないなって。なんやったらツイキャスやったらもう一瞬で、そうそう、うんはあれないけど、こうやっぱり読まれやんでちょっと遅なるなぁ。なんとかして一つに分けりゃんかなと思うけど絶対無理。この子たちはすごく耳がいい。なんとかなんかいけそうやけどな。二頭とさ、もう一個の攻撃でもう一個食らっちゃうから。同じ、なんちゅうの？雷がある道に戻れば。あ、いててて。雷渡らん。一頭に限る。二頭目が通ってきたからんけど。タメさん戦勝ったら、全然。こっちの楽しいよな。まあ、キリン2頭で1、4とか、そっちまで行くのが、大変。あ、いたたたた。棒読みだけ出せたらいいのにな。これ本当にゲーム音出したい。うまくいきませんか。ニセトロ高いよな。ニセトロ買うんやったらマジでスイッチ買うわ。壊れとるけど。壊れとるけど全然映るでな。もったいない病よな。いやでももうニセトロに2個目？何個目これ？何個目じゃない？もうさすがにもったいないやろ。あ、これまず、これはあかん。もうさすがに。うまく、あ、そうそう、でも、もう諦めて、メガネコさん。パソコン上で棒読みの音出せたら私は何も言うことないんやけど。あとそれかもう、もうそれしやへんくて、なんだっけ。コメントが、見えてるやつを出しっぱなし。ただ遅くなるんよな。返事が。メガネコさんのクエスト、だいぶ、指の練習に。あれやな、ボケ防止にすごくいいと思う。うんうん。なかなかなぁ、同時クエ、豆柴さんにも1個もらってんけど、あ、いた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 、同時クエ捨てちゃう人結構おるくてさ、もったいなもったいな、こんな面白いこと。これ本当にノラとかで貼ったらめっちゃ面白いよ。燃える。絶対睡眠なし。
この状況でも全然死んでも気にしない。だいたい荷物とかでパターンしてくる。ありがとうございます。見るからに精魔人。全然メガネコさんも楽、メガネコさんも楽そうで、とりあえずもうエリアチェンジしてもいいから、一投目だけずっと抜刀で。タメさんとかすると、二投目がどうしてもなんか、すげえチャンスがあれば、大技とかしとるときに、一投目が休んでくれると、タメさんできるけど、そのチャンスを、今ちょっと攻めれへんな、同じところ、あ、こんな感じで、なんかしときゃ、いつか死ぬ。あ、めっちゃチャンスやん、これ。はい、ただ。楽しい。これなんだっけ武器。なんかいろいろ、全種類集めてみたよな。私の部屋多分めっちゃ人気なくなるやろな。ここ多分、あ、大変だ、もみくちゃだ。ここの主。ドジしかはらんでって思われても嫌やな。まあでもなかなかキリン部屋ってないか。回復せんとまずくね。すげえナイスやな、一投目マジでやる。これはこれはあかんよ、もうめちゃくちゃやな、この人ら。どうしよう。もう二択よな。YouTube でやるか、パソコンで、棒読みちゃん出すか、音。これでもアイテムとかのさ、どっかいた。アイテムとかの、なんか、音鳴らんねやな。YouTube にしよう。YouTube で続きやろう。なあ。この最強のこの音を鳴らせたらな、ゲームを。最強やのに。キンキンちゃんしゃ、うるさくて仕方がない。ナイス。くんな。くんなよ、くんなよ、くんなよ。くんなよ。よし。これ3エリア目なんやろ？合流するで嫌っちゃ、合流じゃなくて、乱入スクールで嫌やな。キリンって。一投目と二投目で。一投目おる限り来へんでいいんやけどさ。柱だったかな？あ、ほんと？実質2マップってっけ？神やん。これであれっちゃ、乱入ってさ、バサルモスとかやったらさ、何？例えばやで。1だけしか来やんの？ 1 の水。あ、柱か。柱。バサルモスやったら乱入小屋んってこと？間違えてたらごめんなさい。キリンってさ、乱入するやつさ、バサルモス多いんやけど、なんかこういうのって、偏ったのなんか、あるんかな？わりかしバサルモス多い。乱入に。クックと。たまにイアンカルルガみたいな。乱入が来るからな、嫌やな。極限やったら小屋なだけ見てこよ。柱なんかな。柱ってあれ、あ、ほんまや。
え、例えばこういうのってさ、バサルモスがさ、ソロの乱入、そうそうそう、バサルモスとかって乱入こやんの？もう1個しかこやへんやん、移動できへん。それでも来るんかな？こういう時ってクックとかたまに来ます。天井と、あ、ほんと？でもバサルモスもしいじめてもさ、エリア変わらへんから楽ちんやな。絶対こっち来へんやん。悔し玉投げてもあれやな、なんか変なことするだけやな。え、そんなことあんの？なかなか小やんかな。逆に、逆によ。なあ、移動しなモンスターいじめの好き。やってみようか。移動できへんモンスターどれだけ小やし玉投げてどんなことするか。そんなことしとる人おらんもんな。検証系好きで。いやー、まあいったね。どうしたもんだか。もうほっといて YouTube か。それかもうこの現状のまんま、なんとか棒読みを。茶色いホカホカがついたままってどういうこと？あ、ホカホカのあれ？ちょっとあったかいやつやな。小屋し。じゃあ潜ったりしやんねや。小屋し玉つけたら。どういうことするんやろ。ちょっと一回今度やってみようよ。やってみるわ。でもバサル来るまで待っとかなあかんやんな。相当時間かかる。もし待っとってバサルが永遠に来えへんかったら、やばいよな。やってみたいな、でもそれ。移動できへんモンスター、小屋し玉つけたらどうなんやろう。あ、向かってきますって書いてあるな。すごいな、私そういうのやってみたいな。あんまりもう何タイムアタックとかあんまりさ、私そっち側じゃないで、どっちかって言ったらそのこれってどうなんだろうっていうのやりたいな。あー、どうしよう、私の難解。もうそろそろなんか追求の動きするね。あ、いくつやったっけ？ 86 からやったっけ、これ。これもう変わらん？こっから140まで。いつか忘れたな。あ、これはずるいわ。確かに様子でよりツイキャスの方がいろいろな意味安心。あ、YouTube より、そう、この遅延がないのがすごく好き。あ、私タロンさんとかのツイキャスとかにコメントするときもやっぱり速攻反映されるやん。あれいいよな、すぐに返事返ってなあ、返事っていうか反映されるし。スイスイキャンベロさん、あーずっちいな。そう、なんか YouTube さ遅くな、配信は切れるしツイキャスで切れとのあんま見たことないんやけど。あと外役も特定しやすいですね。おお、ナイス、やるやん、キリンキリン。あ、あんまりアンチってないの？ YouTube ほどステアカー作りやすいとかないんやのか。ツイキャスの方が安全？
いや、遅延がないことと、やっぱりアイテムが可愛いっていうのが。一番やな。ちょっと無理に攻撃したら私が死んじゃう。あ、探索でも、バサルモスとかあったら。へぇあ、かすった。痛えな、このかすりが。痛えよ、本気で痛え。両爪より安心かもしれません。アイコンから追求できたりもしますね。あ、そうかそうかそうか。なんかその初期アイコンとか、ないんかな？卵の形のスペアかみたいな。でもそれでもうあれやもんな。YouTube とかって本当に、スペアかなら無限に作れれるよな。あ、なんかアンチってあんまりないけどさ。もう YouTube、私、あれやろ、もう忘れられてるからさ。存在的に。幽霊 V みたいなもんで。キャンベルって誰？あー、大変。瀕死やな、私。いや、くのみてえな。めっちゃ攻めるやん。いつ返しかからんわ、攻撃。2投目が本当に走ると鬱陶しいよな。2投目めっちゃ元気。これどうしてこんなやつ。2投目元気やな。これエリアチェンジじゃない？あ、まだ知らんの。もういいのにエリアチェンジしてもらっても。無理しなくていいよ。あー、むずいなー。てってって。何事も新しいことするとやっぱり難しいな。あ、忘れられてるって幽霊部員ってこと。動物園の。いやいや、割り返すやで。食べてます。走ってね。やっぱり時の人になっちゃうよな。やっぱネットやでさ。所詮は悲しいけれども。でもやっぱそれでも来てくれる人はやっぱ大事やな。この幽霊部員など、ああ、どこ行った。だってもう彼これ何年や、3年とか。何年も経ったのに。なあ、やっぱり仲良くしてくれる人も、もうずっと、いるから、すごい、すごいありがたいよな。距離感な。距離感な。距離感ない。さすがネット。自分なりの考察派うますぎちゃうと思います。おーしよしよしよし。こぎたいなぁ。動物園の島の後ろ向けて草食べてます？すでに草しか食べてないイメージ。シマウマ。動物園のシマウマって元気ないよな。当たり前か。本当は多分もっと走りたいんやろうけど。棒読みだけ本気で。あ、これ遂げるチャンスっちゃう。6レギの方が楽ちんよな。
あ、な、気にしちゃうんやって。綺麗な字が白になるとなんか不安になるっていうか。あ、しっかりこれ研ぎなしでどこまでいけるんかなと思ったらギザギザだったりな。うますぎるからプロハンターで一般が参加難しいかもしれませんね。わら。え、なんじゃなんか私今目が全然見えん。え、どういうこと、どういうこと、一般が参加難しいってどういうこと。え、嘘、私さ、なんか敷居高いとか言われるけど、そんなこと全然ないんやけどな。ごめんね、気にしすぎやって。なんかそのタイムアタックとかの動画出せやっぱ良くないんかな。え、もう最近出さんようにする、なるべく、なるべく出さんように出さんようにして、ちょっと面白そうなやつにする。なあ、でもやっぱ自分のスタイルは曲げずに、配信でハメかすはしたくないっていう。ノラで別に、ノラで全然多いな、なんか麻痺とか睡眠で普通によろしくお願いします入ってくるけど、明らかにこのなんていうの、あの罠しついた麻痺総研やったら変えてもらうかも。もうそれでもなんていうの、クエスト受けるんやったらごめんやけど蹴る。かな、みんなやっぱり狩る遊ぶスタイルは違うと思うで、人それぞれ。これでなあ、あそこんとこガチやからなんていうの、なんかすぐ蹴ってくるみたいなって書かれとるんやったら、はって私書き、そこのその2ちゃんとかこちゃんか知らんけど、そこにもし書きに行くよ。え、それは違うんじゃないみたいな。やっぱそこの入って部屋主がこうって言ったらやっぱそうやんか。私も部屋主が全然麻痺とか、麻痺とかで行ってくださいって言ったら、もしもう参加しやんか。でも知っとる人やったら、もしその麻痺総計に変えるか。装備ないけど。ツイキャス楽。めっちゃ早い。なんか売ってる文字の入ってくる感じも早い。でもこれが棒読みで読まれたらもう最高。ツイキャスの方が面白いけど、でもアイテムとか全然わからんねんけど、いいんかな。最高。なんかパッて反映されるよな。私そう、そもさんとこでいつも思っとった、めっちゃ反映早いと思って、ほぼほぼリアルタイムよな。ペッて送信したらもうキャンベルさんって読むな、初見です、こんばんはみたいな。なあ、あーもう疲れてきた、もう疲れてきたよ。どうしよう、一回キリンやってみよう。もう一個、一個あれやな、これやっぱ画面見切れてない、ツイキャスの画面ちょっとちっちゃいんやって。画面に合わせたらけど、なんかちょっと、あー悩むな。結構ギルクエが難しいので選抜されますよね。 YouTube とか結構緊張して喋っとんねんけど、あれ、あんなんでもなんかツイキャスそんなにわりかし普通に喋れる。ちょっと右画面が狭い気がする。気がするだけかもしれないけど、気がする。ギルクエが難しい。ほんと、私全然、なんちゃらラージャンとか、え、みんなの方が難しくない？なんか、イビル城とかさ、ヒガレックス。あ、でももうめっちゃくちゃ楽ちんのやつしかわからへん。あー、やっぱ画面、画面嘘、これなんか変じゃない、見切れてない、
こんなもんやったっけ。ほぼ真四角に近いよな。YouTube やっぱりちょっと横の中いでな。なんか違和感しかない。いつも見てるやつ違う。両爪より狭い感じしますね。あーそうそう、画面は狭いんやけど、おかしいな。ちょ、画面に合わせるにしたいけどな。後で見てみよっか。マジで棒読みちゃんの声だけ流れやんかな。そうすると最高なんやけど、ツイキャッツ。これみんなでさ、私わからんねんけど、自分の配信画面誰かな見とるんかな。え、これアイテムとか飛んできたらどうやってわかんの。読み上げられるの。え、ちょっと誰か無料のお茶ない。あ、私自分であるわ。自分で打ってみよう。あ、自分でできるかな。読まれるんやろか。あー、暇がない。投げちゃった。わら、ほんと。でもその時にさ、何もなかったよな。アイテムはあれかな、読まれやんのかな、もしかしたら。え、みんなどうしとんねやろな。それ本気の、本気のライバーとかの人とかって。画面見とるんかな。あ、画面には流れるんや。やだやだ、大変。いや、くっつきすぎて隙間ないんやけど。読まれやんのかな。悩むな、ほんとに。でもいろいろ悩んでいいんじゃないかな。もうさすがに96ぐらいになるとすぐ解決しそうな気もする。めんどくさくなってくるな。いや、行動がレベル上げとかじゃなくて、120超えた時のなんかモンスターってめんどくさくない。なんかちょっと一人っていうか、オラオラ系よな結構。逆に136からの方がなんかすんなり言うこと聞いてくれる。かもしれーのやな。ああ、あ、棒読み？多分なんか調べたら棒読みだけ出せるとは思うんやけど、わからん。本来なら本当はミキサーとかあった方が。あ、いた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 。ないでな。ミキサーあるとめっちゃ楽ちんやで。ナイス。やばいやばい。あ、やばい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 。バイ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 。さようなら。さようなら。ありがとう、ギルクエ。もう最悪、もう、あかんって。ちょ、もうちょっと、ええから。
もうって飛躍と間違えとるでしょ、ほんで。もうって。もういい、もういい、もういいからエリアチェンジしよう。おとなしく。あー、壁にしてもあかんか。やばい、もう死ぬ。あ、ラッキー。どうしたもんだか。どうしよう、マジで悩んどるわ。そして始まって一瞬で悩んだわ。あれ？あ、これが一投目な、これ。これこっち終わってないわ。もう一個の方やわ、多分。もうくたばるの。くたばるって。口悪いなぁ。くたばるって。丈夫、え、なんて言ったの、え、くたば、おくたばりになる。どうしたもんだか、すごい今、キリンやりながら悩んどるな。昔ツイキャスって時間制限なかったっけ？悩むよな、ほら。支援ない方が素晴らしいと思う。ちょ、狭くね？もっと広いとこでやるよ、キリン。よし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 、こうなったら。あ、こうなったらいいや。あー、疲れた。脇ギュッてなるよな。股とかもキュッてなるよな。え？あー、なんかゲームズ配信ってなってさ、あの、4時間できるんやで、4時間。前30分とかで、な、コインなかったら、まあ、いかあれやんか。4時間、なんやって。ゲームズ配信にしたら。え、長くする人は、30分以上する人は多分こっちの方がいいんじゃない？わからんけど。ぶっ飛べ。そんなのできたのか。そう、なんかできたみたいで、いつだっけ、去年。らしいよ。なあ、あの、コインとかもいらんし。わ、だって30分でまたさ、また通知とかでさ、結構前からありますよ。枠変えてとか。わらわら。それゲームズ配信にしたから、4時間。4時間何も。気にせんと、設定。ただ、棒読みちゃんの音だけかな、出せたら最高やな。あれ、どうやって避けんねやろな、いつも思うけど。あれ、難しいな、避けんの。本当？去年じゃなかったっけ？ダブルさんさ、棒読みだけ、あー、なんか変になっちゃったんやけど、普通に配信したらさ、あ、ナイス、なんか自分の声がさ、やまびこになるしさ、
いやそれ聞かんようにしたら棒読みがまず聞こえへんし、ほんと私去年からと思って、あれやなんか新しくできた機能なんですよって言って進めてしまったゲームズ配信じゃないんや、前からあるんやな、私去年かと思っとった、進めちゃってよ、これめっちゃ新しい機能みたいでみたいな悪徳商法みたいな感じやなミッキーの英語システム、これ聞くだけで英語が身につくんですよみたいな買いませんか、もうローンでローン取りますよ、値段は30万みたいな、なんかそんな感じ。ほんと詳しい人に聞きたいぐらい。あ、太郎さん OBS で配信してなかったかな、ちょ謎すぎるわ、ついてかれへん、もう頭ん中商売やから最先端すぎてなかなか難しいよな、新しいことするって。まあ、ちょこちょこしょったけどさ、ツイキャスそん時別に普通やったんやけどな、やっぱ見切れとるよなこれ、ちっちゃくない、ちょっと待って、ちょっと待ってやな、いや画面に合わせてあるよ、いや画面に合わせてある、ほら、えこんなちっちゃかったっけ PS の画面って、あれかな YouTube が伸ばしとんのかな、それか、いやえこれ普通みたいな、私とこれちょっと見切れとるように見えるよな、いやちょっとボリュームよくわからん本当に、もうやめよう、もう指疲れてきた、だいぶやったで、3回、もう3回やったら十分、1個疲れるよな、もう後で調べるわこれ、棒読み出せるか、棒読みのみパソコン上で喋れるか、どっかで喋っとるんよな、でもそのどっかでっていうのがわからへんよな、どっかで勝手に音拾ってツイキャスの音を、私も調べる、あでももう手っ取り早いのが本当にこの棒読みだけ出せば、音だけパソコンにもう全然解決やと思うよ、で画面上にコメントつけようと思ったらなんかな変なことになるんやって、だからやめた、本当はこう下で流れるみたいなやついつもみたいにしたいんやけど、もういいかなと思って、どっちのがいいんやろ、でも載せたいよな、できるんやったら下に流れる、ごめんみたいな、なんかこうなるのなんかこうなるんやって、いつもみたいにやるとなんかこうなんの、だからあかんのや、なんでやろな、なんかうまいこといかんな、 URL 省略、本当にうまいこといかん、人生並みにうまいこといかんわ、ほんまに。両つべと比べたけどあんまり差がないみたいでした、なあ、あれば URL であれば結構できる、本当なんか1200いくつと、これ600いくつ、あ、ぼよみちゃん取りました、取りましたけど URL 省略、取って入れて流したらいつもみたいに YouTube と変わらずやったら自分の声が後で返ってくるみたいな、どっかで流れとる、棒読みとこの今配信の音とかどっかで流れとるんやけど、でもその OBS の音を切ると解消されるんやけど、棒読みが聞こえへんくなるっていう、一瞬にして、これして下もどうもならへんし、コメントどこでコメントの URL かわからへん、マイクとパソコンの両方拾ってませんか、あ拾ってない、マイクとパソコン
マイクも切ってやったけど全然ダメで、パソコンの音も切ってあってもどっかでなんかどっかで喋ってるツイキャスの音が、だから自分の声がずっと耳に聞こえてくる。あら、もうそれで流しとっても全然いいんやけど、毎回毎回自分の声が、自分の声聞かなあかんって多分もうだいぶ罰ゲームに近いよな、私からしたら。なんかめちゃめちゃ可愛い声であれやったらいいけど、でもやっぱ自分の声ってなんかあれやな、好きになるやんな、永遠に。そう、そこが難しいな。もしどっかで拾っとるんやったらやけど、全くなんか違う、どっかで流れとる。でブラウザーの音かなと思ったけど、ブラウザーでもなくて。あ、それ俺もなって直したことあるな。確か簡単でしたよ。え、ほんと？わりかし難しそうに見えて簡単なんかな。私は楽しんごの声に似てるって言われます嘘、すごいな、やばいな、どっち中性的やなそれはそれでいい武器になって、あれかな、私だったら逆に配信するかな。そんな楽しんご似とるんやろ、めっちゃいいやん、名前変えてやるわ。なんて書いてあんの、マクロ、それ。大阪元気って書いてあるの、大阪？大阪？アイロベストリーム。アイラブストリーム？ただな、これな、全然聞こえへんねんな、棒読み。パソコンつけたらわかるんだけどな。今家じゃないんすよね。あ、ほんと、これわりかし簡単なんかもしれへんな。難しいように、私が考えてるだけかもな。だからなんか詳しいとか思われてるけど、めっちゃめっちゃ苦手、こういう機械とか。だからめっちゃググるもん苦手やから、パソコンとか。なんか詳しい人とかやったらペペペって直せそうやけど、なあ、これは難しい。私からしたらもう超難関や、本当に。ギルクイ140やった方が。さあ、私ちょっと終わろうかな、もう4時半やし。1回テストのつもりがめっちゃ長いことしちゃったな。でも分かったことが、自分の配信の音が山びこするっていうことが分かったで、あとこれ直せば完璧かな。あ、ラブさん、これ読み上げってアイテムって読まれやんのかな。これアイテムってどこで確認すんねやろ。ブラウザーみんな開きっぱなしなんかな。お疲れ様です。すぐ直りそうですね。これはむずい、むずいけど新しいことするで面白いけど。そう、ラブさんに聞こう。でもそれでも直らへんかった時がのショッキング開いてますよ。でももう一回配信せなあかんくなんで、多分。もうそれか、もうそれ怖いから棒読み、あ、開いて、やっぱりアイテムあれなんかな、わからへんもんな、アイテムのやつ。ありがとう。なんかリラックマとかすごい増えとるし、嬉しいな。やっぱ開いとった方がいいんかな、アイテムが見えやんへんな。アイテムなんか音鳴ればいいのに。てってれてぃ。よし、じゃあ行こう、もう現実の世界に。2個だけやな、やらなあかんこと。とりあえず今からめっちゃググってみようっと。ありがとう。じゃあそろそろおいとまします。ワイドンワイドン、一旦休憩休憩。ではでは、これエンディングどうしよう。いる、これ。他のプラットフォームでお会いするのも楽しいですが、他のプラットフォームでお会いするの、あ、そうそう、そうなんだ、ツイキャスどうしようかなと思って。おつです。ありがとう。ではでは。お疲れ様でした。次は友達はクマ投げます。友達のクマは投げれへんと思う。なぜなってないか。